これからバーチャル科学館体験ツアーを始めます。CO2SOS は世界中の人たちと力を合わせて地球温暖化問題の解決を目指しています。今日の体験ツアーを案内するのはディスプレイに見えている2人のアバター、アカーシャさんと西村さんです。はい、こんにちは。アカーシャのアバターはこちらです。手を挙げてます。よいしょ、サンタ服です。今日の案内役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。そしてお隣。CO2SS の西村のアバターです。バーチャル科学館をいろんな仲間と一緒に作っています。今日は横浜の自宅からこの画面を操作していて大変なので、今日はアカーシャさんに、全部話してもらいます。どうぞよろしくお願いします。はい、そしてこのお隣、こちら帽子をかぶっているのは CO2SOS のハコさん。実はこのハコさん、皆さんと同じ会場でパソコンを操作してるんですよ。どこにいるかわかるかな？はい、よろしくお願いします。そしてその隣が、アヒルの浮き輪をつけている元気なピオさんです。おい、そして後ろの方にもう一人素敵なお姉さん、ヤナさんも参加してくださいます。お手手振ってる。皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では今日はまず月への有人宇宙探査のお話です。その後、地球温暖化のお話をしますね。前景ですね。はい、ここはメタバース、仮想 3D 空間の中にあるバーチャル科学館、インターナショナルスペースフライトミュージアムです。ロケットたくさんですよ。そしてこちら見えてきました。ここは人類が月に向かったアポロ計画の展示コーナーです。人類が初めて月に降り立ったのは53年も前の1969年です。53年前というと、皆さんのお父さんやお母さんもまだ生まれてなかった頃ですね。どっかなっていう感じの頃ですね。ではこちらがアポロ11号の司令船コロンビアと、中も見えちゃいます。月着陸船イーグルです。はい、今度ロケット目上げてますね。はい、この後ろに立っているのはアポロ11号を打ち上げたサターン5型ロケットです。高さは110メートル。110メートル、すごく大きいですね。110メートルというと柳川交差点のグレースタワーよりも高いんですよ。はい、ちょうど今人が見えるかな、大きさわかると思います。はい、おじさんと女の子が立ってます。今からちょうど50年前の12月にアポロ17号が月に降り立ったのが最後となりました。そして今再び月に向かうアルテミス計画がスタートしています。アポロは太陽の神様、今度のアルテミスは月の神様です。なんと、その最初の無人飛行、今日の夜2時頃に地球に帰還する予定なんですよ。その展示スペースに今度は行ってみます。皆さん、飛んでください。はい。はい、空を飛びます。世界中のロケットがこうやって並んでます。日本のロケットもあるんですけどもね。スペースシャトルが真正面にあって、その隣ポテチンと、はい、はい、ここで、アルテミス計画の展示スペースです。はい、これがアルテミス計画に使われる
オライオン宇宙船です。アポロ宇宙船の3人乗りから6人乗りになって一回り大きくなりました。火星の有人探査にも使うことが計画されてるんですよ。はい、ロケットの方ですね。後ろのロケット。後ろに立っているこのロケットがオライオン宇宙船を打ち上げるスペースローンチシステムです。先ほどのサターン5型ロケットよりほんのちょっとだけ背が高いんです。ここにもいます。はい、これで月まで飛んでみたいところですが、今日はその隣。隣にある、どこかな？これだ。はい。見えてきた。このクルードラゴンで国際宇宙ステーションに行って、そこからオライオン宇宙船に乗り換えることにします。はい、乗り換えます。ではでは、クルードラゴンに、よいしょ、乗ります。乗れた？乗れましたよ。はい。はい、お姉さん、秒読みカウントお願いします。2、1、発射しちゃった。まだまだ、今いいわ。いました？今。見えなかった。はい。無事に発射できました。もうじき第一弾ロケット切り離す。で、このロケット第一弾を捕まえた。これは、地球の地上にちゃんと帰ってきます。海の上のに浮かんだ台船の上に帰ってきます。この灰叩きみたいなのが姿勢制御のための、なんていうかな、安定比例みたいなのかな。続いてもうじき足を4本出して着陸と。それからこのクルードラゴンの方はですね、もう宇宙ステーション、国際宇宙ステーションに近づいてきてます。こちらが日本の実験モジュール希望ですね。で左右に電池パネルを入れて、これピオさんが今立っているところがこの宇宙ステーションの一番先頭になってて、東向きに飛んでます。それにだんだん接近ですね。まもなく。はい、ドッキングしました。はい、ドッキング成功です。ここでオライオン宇宙船に乗り換えます。よし。よし、これで、本当はスペースローンチシステムで月に直行するの。ここでは太陽系の旅に出発しましたよ。では、最初に向かうのが水星。はい、太陽に一番近い惑星、水星です。太陽に向いた表面の温度は400度以上になります。その代わり、夜の部分は水が一瞬で氷になっちゃうぐらい、すごく寒いところです。綺麗に見えました。次に向かうのが金星。地球よりも太陽に近いですが、雲が太陽光のほとんどを反射するため、本来なら地球よりもずっと寒い星になるところでした。ところが大気のほとんどが二酸化炭素で、その温室効果によって水星の昼間よりも暑い灼熱の世界です。水星よりも暑いんですね。そうなんですよ。そして、そうこうしているうちに、このオライオン宇宙船、地球に到着しています。地球、見えますか？はい。これですね。金星と違って、雲の合間に海や陸地がはっきり見えますね。これは太陽光が大気を素通りして、海や陸地を直接温めていることを意味します。温められた海や陸地は、熱を周りに放射し、冷えていきます。この放射された熱を大気中の二酸化炭素や水蒸気が吸収して、地球を温めています。こ
これを温室効果と言います。地球は金星よりも太陽が離れているため、この温室効果がなかったら今よりも気温が30度も下がってしまうところでした。つまり温室効果は毛布のような役割を果たしているんですね。ちょっと難しいけど、温室効果っていうのは毛布のように地球を温めてくれるけど、金星の場合は温めすぎて灼熱地獄になってしまったってわけですね。そうなんです。ではここで月の話に戻りますよ。こちらが月です。はい、この距離は38万キロ、地球を30個並べた距離です。光の速度でも行って帰ってくるのに 2.6 秒かかります。アポロ宇宙船は月に到着するのに4日と6時間かかりました。この月に今回のアルテミス計画では4年間をかけてゲートウェイという月を回る宇宙ステーションを作る計画です。月で様々な活動をした後は火星にも向かうことが計画されています。そこで火星をちょっと見てみましょう。はい、見えてきました。2つありますよ。はい、これが火星ですね。はい、こちらの茶色い方、これが肉眼で見た火星です。火星は地球よりも太陽から離れている上に、温めてくれる大気がとても薄く、すごく寒い星です。ちょっと北極の方を見てみましょう。はい、ここに白い部分、氷冠があります。この部分はドライアイス、凍った二酸化炭素でできています。赤茶けた砂漠に覆われた乾いた星なんです。ところが、ね、こちらの地形図見てみましょう。はい。はい。大昔、火星が生まれた頃は、こんな風に火山4つ、1、2、3、4つの火山があって、ここから大量の二酸化炭素が放出され、大気を温めていたので、海があったと考えられているんです。ここをちょっとズームしてみましょう。見えますかね。はい。ここに大量の水が流れた跡があるの分かりますか？火星にも海があったんですね。皆さん知ってましたか？ここまで何か質問はありますか？はい。地球から火星までどれぐらいかかりますか？近づいてきた時にロケットを打ち上げるので、まあ、1年ちょっとぐらいで着きます。けど、離れてしまうともっと4年とか5年とか、もっと時間がかかりますね。割と近いんですよね、火星は。長い旅。オリオン座山の標高は何メートルくらいありますか？何キロ？オリオン座山はね、なんかどれぐらいだったっけ？ずいぶん高いんだよね。地球の一番高い山より10倍ぐらい高かったと思うんだけど。じゃなかったっけ？また後で調べて。ごめん。じゃあ今度はまた地球を見てみますよ。はい。はい。今見えている地球は肉眼で見たのと同じ地球です。別の衛星センサーなどを使うと別の地球の姿を見ることができます。はい。今切り替わりました。これは植物の緑を表していて、秋になって葉が落ちると緑ではなくなってきます。白っぽくなります。では北極の真上から見下ろしてみますよ。はい、白いのが小さい時が、これが夏の状態。緑がたくさんあります。そして
夏から秋、冬になると白い部分がいっぱいになります。これが冬の状態。そして今また夏ですね。このように北半球では夏は緑がいっぱい、反対に冬はほとんど白くなってしまって、夏と冬で大きく変化しています。さてここで質問です。どうしてこんなに大きく変化するんでしょうか。3択で考えてみてください。いきますよ。 A 暑いか寒いか、 B お日様が照っている時間が長いか短いか、そして C 雨が多いか少ないか。さあどうでしょう。皆さん決まりましたか。じゃあ手を挙げてもらいたいと思います。 A の暑いか寒いかと思う人、ありがとうございます。じゃあ B のお日様が照っている時間が長いか短いかだと思う人、ありがとうございます。じゃあ C の雨が多いか少ないかだと思う人、 A、B、C 一人ずついますね。正解は何ですか。A、B、C 一人ずついたんですね。なるほど。正解は A と B と C でした。皆さん大正解です。はい。皆さん大正解でしたが、中でもね、B のお日様が照っている時間が長いか短いかが大きく影響します。というのは、植物は太陽の光を浴びないと成長することができないからです。これを光合成といって、太陽の光と大気中の二酸化炭素を使って自分の栄養を作り出します。日が当てている時間、日照時間は夏になると長くなり、冬になると短くなるのは皆さん知っていますよね。皆さん知っていますよね。じゃあ夏はなかなか日が沈まないし、冬は早く日が沈んでしまって夜になってしまいますよね。はい、そうですよね。で、特に北極圏では夏は白夜といって、一日中太陽が照っていて植物はとても元気です。逆に冬の間は極夜といって、一日中夜で植物は成長できません。つまり日照時間が長くなるほど、植物は大気中の二酸化炭素を吸収して育つことができます。このことをよく覚えておいてくださいね。ではでは、また別の地球の姿を見てみます。切り替えます。これか。ちょっと待ってくださいね。切り替わるまで。はい。はい。もやもやと雲がいっぱい、いろんな色の雲が出てます。これは、ある1年間の間、都市や工場から出た二酸化炭素が、どのように大気中を移動していくかを、スーパーコンピューターでシミュレーションしたものです。ものすごく濃い時は、見てわかるかな、紫色。そしてとっても濃いときは赤色です。そして薄くなっていくと白くなって、ほとんどなくなると透明になっていきます。北極のね、真上から見下ろしてみましょうね。今は3月です。赤色と紫がいっぱい、どんどん大気中に二酸化炭素が溜まってきている状態です。今4月ですよ。紫色もありますね。そして5月になりました。少し黄色が増えてきたかな。そして5月もそろそろ終わって、今度は6月に入りました。ほら、急に赤色が減って、水色が増えてきましたよ。北半球の二酸化炭素が薄くなってきているんです。
でも都市から二酸化炭素が出ているの分かりますか？このあたりとか、このあたり、白い煙に見えますね。今は真夏の8月です。はい、8月もそろそろ終わって9月に入りました。そうするとだんだん黄色が見えてきましたよ。だんだん二酸化炭素が溜まってきました。そして10月、ここで一気に赤色や黄色増えてきました。そして10月が終わって11月に入ると、二酸化炭素がたくさん増えているのがわかります。はい、真っ赤になってきました。つまり夏の間に北半球から二酸化炭素が薄くなってしまい、冬から春の間に二酸化炭素が溜まってきているというのが見えますね。さて、ここでまた質問です。どうして夏に北半球の二酸化炭素が薄くなってしまうんでしょうか？今度も三択問題です。いきますよ。A、夏はストーブをつけないから発生する二酸化炭素が少なくなる。B、夏は日照時間が長くなって植物が二酸化炭素を吸収してくれるから。C、夏は二酸化炭素が軽くなって上空の方に上昇してしまうから。さあ、どれでしょう？決まりましたか？じゃあ、皆さん手を挙げてください。A のストーブをつけないからだと思う人。いませんね。じゃあ、B の夏は日照時間が長くなって植物が二酸化炭素を吸収してくれるからだと思う人。お、4人、5人いますね。じゃあ、C の夏は二酸化炭素が軽くなって上空の方に上昇してしまうからだと思う人いませんかね。じゃあ B が一番多かったですね。はい、 B が一番多かったんですね。正解はやっぱり B です。はい、正解。はい、日照時間が長くなって植物が二酸化炭素を吸収してくれるからです。さっき植物の季節変化を見ましたね。日照時間が長くなるほど光合成が盛んになって大気中の二酸化炭素をどんどん吸収するからです。秋から冬の間にあんなに溜まっていた二酸化炭素が春から夏になったらどーんと減ってしまいました。植物の力ってすごいでしょ？本当すごいですね。皆様もそう思いますか？皆さん、うなずいてもらえちゃった。こんな風に都会とかね、工場が吐き出す二酸化炭素、同じだけ植物が全部吸収してくれたらいいんですけど、残念ながら今は植物が吸収する以上に二酸化炭素が吐き出されています。そのため大気中の二酸化炭素が年々増加していき、その温室効果のせいで地球の温度がね、だんだんと上昇しています。皆さん、地球の温暖化のこと少しわかりましたでしょうか？皆さん、質問とかわからないところありますか？聞いて答えた子もいたみたいなんだけども、それってまあすごくいい客層なんですよね。だけどもその上昇したやつが、地球の下の方では対流っていうのが来て、混ざってしまうので、大きな意味では変わらないということになります。台風は何月何日とか、季節とかによって起こりやすくなりますか？
はい、台風は、季節によって例えば何月とかに起こりやすくなりますかという質問です。あ、台風はね、やはりあの夏ですよね。夏、この赤道の方で、大きな、水蒸気がいっぱい、蒸発して大きな風になりますよね。まあ、冬になったらあのだんだん少なくなりますけども、どういう答えでいいのかな。はい、わかりましたっていうふうに。はい、はい、そしたらね、この最後に二酸化炭素がどんどん増えていったらどんな世界になっちゃうのか探検してみますよ。テレポートします。はい、聞こえるかな、見えるかな。ここは1億年以上昔、白亜紀という時代の中でも最も気温が高かった頃です。二酸化炭素濃度は現在の2倍以上に達していました。世界の平均気温は現在より5、6度高かったと考えられています。私たちが地球温暖化に対して何も努力しなければ、22世紀にはこれくらい気温が上昇します。ではでは早速探検しますよ。何が見えてきたかな。はい、見えますか。はい、聞きます。はい、何かな。トリケラトプス。はい、大正解。トリケラトプスです。襟飾り、フリルと3本の角があって強そうに見えます。実は、あのティラノサウルスとも戦った証拠が残っているんですよ。ただ、勝てたかどうかは分かっていません。ここから飛行モード、モードに。飛行モードで、空を飛んで見ていきますよ。はい、次、何か見えてきました。わかる人いますか？大正解！その通り！これは、ブラキオサウルスという巨大な植物食恐竜です。後ろ足がね、前足より短くて、ほら、こんな感じ。そして首がキリンのように長く持ち上げられているのが特徴です。キリンの背の高さは5メートル前後ですが、ブラシオサウルスはなんとその3倍の16メートルなんですよ。ピオさん飛んでます。ここに見える木は杉の祖先です。上の方の葉っぱも食べることができたんですよ。この恐竜はサイピアの隣の太陽の丘公園にいる。皆さん知ってますか？帰りにちょっと見てきていいかもしれないですね。ではではもう今度は次、空を飛んでいきますよ。最後の恐竜。はい。火山の溶岩に向かっていきます。はい、大きなのが見えてきた。鳴き声も聞こえてます。わかる人いますか？はい。お、早い。はい、大正解。すごいね。ティラノサウルスです。肉食恐竜の中では最大です。そしてお顔、見えるかな、ね、両目で相手を立体視できる視覚を持っていたんですよ。お目目がね、まっすぐ向きます。顔映るかな。それに低周波音を聞き取ることに長けていた。目が、両目がね、前から見えますよね、今。ちょうど映ってましたね。
それから嗅覚なども非常に発達していました。エジキとなった恐竜の骨の多くが噛み砕かれていたことから、顎の力が驚異的だったと考えられています。このように様々な恐竜が栄えていた白亜紀の温暖な気候は、この後小天体が地球に激突して急激に寒冷化し、恐竜のほとんどが絶滅してしまいました。現在の地球温暖化は何も努力をしなければたった100年ぐらいでこの白亜紀と同じ気候に変わろうとする急激なものです。そういうことにならないよう世界中が協力しないといけないということで、今日の探検ツアーを終わります。ありがとうございました。何か質問あったらお願いしますね。ティラノサウルスよりも強い恐竜はいますか？それはね、やはりこのティラノサウルスが、史上最強の恐竜だったんですね。これにかなう恐竜はなくて、結局環境変動によってティラノサウルスが滅びたということですね。史上最強の恐竜も、環境変動には負けたという答えになります。これでいいかな？もっと強いのがいたとか。いた？あれかな、ベラキラプトルとか群れで襲って勝てたかどうか、ね、っていうのはあるかもしれないですけどもね。撃退するぐらいじゃないですかね。あとは人間、がまあ武器を持って戦えば勝てるかもしれないですね。ティラノサウルスが強かったのはやっぱりその結構頭が大きくて、いろんな神経が発達してたんですよね。獲物を捕らえる。で、中にはこのティラノサウルスは仲間と一緒に狩ることもあるという説もあると。もうそれはもう最強ですよね。恐竜世界を探検できてよかったです。映像が分かりやすくてとても勉強になりました。女性とかそういうのはまだちゃんと見たことなかったから、はい、植物があんなに二酸化炭素を吸っているのが目で見れてとても分かりやすくて面白かったです。質問させてください。なんで白亜紀は今の2倍二酸化炭素はあるんですか？これはちょうどこの時代っていうのはパンゲアっていう超大陸、今5つぐらいに分かれている大陸が1つに集まってた、それが分裂した時なんですね。それで、非常に巨大な火山活動っていうのがあって、やはりその時にたくさんの二酸化炭素が出されたんで、あったかかったということです。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。私、恐竜の世界はむしろなんか酸素の方が多いイメージで、なんかメガネウラとかが大きかったのは酸素が多いからだと思ったので、思ってたんですけど、二酸化炭素が多いって言って、びっくりした。実はこれ恐竜が現れたのは一旦ものすごく酸素濃度が低くなっちゃったんです。逆にね、低くなったために他の動物があんまり育たなくて、その時に生き残ったのがこの恐竜に進化したということで、その一度酸素の濃度が下がって、他の動物がいなくなった時にこの恐竜がバーンと増えて、それでこの時代そこそこ酸素も増えたんですけども、そういうことですよね。ちょっと酸素の濃度っていうのは結構難しいんだけども、この時代には一旦酸素の濃度というのは普通に戻ってます。で、それよりは二酸化炭素が増えたおかげでこの木が成長して、
それでまあ植物がいっぱい豊富にあったから植物食恐竜がこういうふうに巨大化した、まあ、それを食べた肉食恐竜も巨大化したという感じですかね。わかりやすい説明ありがとうございます。はい、どうも。実はこの恐竜時代が終わった後ですね、実はもっと気温がさらに5度ぐらい上がって、だから今から10度ぐらい上がった時代が来るんですけども、それはあの海底に溜まってたメタンハイドレートなんかがバーッと崩壊して大気中に出てもっと上がったんですけども、今はまあこういう気候になってますね。はい、エンツワンに参加いただきありがとうございました。これでエンツワンは以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。